タイではですね、その地元の選手がパンチ出すとお客さんうわーって言って、もうまるでその嵐か津波みたいな声援が出て、起こるわけです、はい、やりにくいですよね、うん、あー張り込んで左でショート、いい音ですね、これは、おっとっとっと、これ入ってくるのイーグルは待ってカウンター、いや今は攻めに行ってますよ、待ってるんじゃなくて、ああそうですか、うん、だから先ほどの採点で一人はワンポイント取られているぞというのが耳に入ったんじゃないですか、はい、とにかくこの距離から長いのを打ってきます、ワンツー選手、挑戦者オーレドン、あーこれワンツー右がちょっと今届きませんでした、イーグル、おう今度右、右のストレート届いたか、あこれは2発目は届きませんでした、イーグル、4ラウンド目よりは距離を詰まってきましたよ、はいはい、おう左にストレート、さすがオールドン、これどうだ、イーグル両腕を上げました、いやオールドンも上げています、第5ラウンド終了、浜田さんはどっち、イーグル10対9です、はい、うん、私もイーグルの10対9ですね、右のショート、ただですねこのラウンドも3人が3人ともイーグルにつけるような内容ではないですね、オレドンのですね早いワンツーが軽いんですけどヒットをしてますよね、だからラウンド終わった時両方とも手を挙げましたよ ね、取ったと、あ今アナウンスされましたよね、あの4ラウンド終了後のポイントが、今のがアナウンスですか、そうですね、先ほどのがこれで会場に伝わったわけです、これ選手の元にはどのタイミングで伝わってくるんでしょうかね、スタッフがこう聞いてたりするんでしょうかね、そうですね、それで、まあ、あのコーナーの下にその通訳の人なんかがいてですね、それであの情報が入りますね、第6ラウンドです、じゃあイーグルの元にはもっと早く情報が伝わってるわけですね、今の場内アナウンスよりも、だから4ラウンド終わったところで、まあ、耳に入ったんじゃないですか、5ラウンド目の先方を見るとですね、明らかにイーグル変わりましたもんね、うん、右カウンター取ろうとしました、アウトトト、長いパンチ打ちます、まあ、この挑戦者は腹が弱いんだという、まあ、妹さんからの電話がありました、その他も多分情報的なものがあったんでしょう、このイーグルのコーナーからは腹を打てという日本語も、ちょっとたまに聞かれます、うん、ボディ攻めるというのはいいと思いますね、これ今日浜さんボディはどうですか、イーグルボディブロー打ててます、あの攻めてはいますけどまだ届いていないですね、今みたいにあの右をいきなり打つところ届いてないですね、おう入って打ち下ろしたんですが、もう目の前にありません、左当たった、左当たりました、ちょっと今日はね 右ストレートがね、はい、流れますね、ああそうですか、うん、相手は交代するせいもありますけどね、なるほどね、遠いから、それと普段よりですね体が立ってますね、イーグルは、ああそうです、先ほど浜さんもねちょっと、重心が高いようだとおっしゃいましたけど、サウスポーなんでちょっと見ていると、まあ、見ると大体みんな相手の動きを見てしまうと立つんですね、大体、はい、だからやりにくいと思って見てしまっているところあるんですよね、ああまた左カウンター、右当てようとしたんですが当たりませんでした、イーグル、これどうでしょう、コーナーに冷たいところです、詰まりません、入ってきます、おっと、巻いて打つなということでしょう、左手、はい、今の注意もおかしいですよね、その右アッパー打って左フック打ったら相手が前体かがめるから結果的に左フックが相手の頭巻いたわけですよね、意図して首の後ろを打とうとしたわけじゃないですからね、ワンツー、あっと今度イーグル、イーグル右ストレート、うわ高いですね、そうですね、左ストレートあれ戻っちゃいますね、普段に食いますね、ね、今ボディブロー右アッパー一発あったんですけどね、ただオレドンがですねその上のパンチ持ってくるからあのボディブローがちょっと効果として見えなかったですね、距離は明らかに挑戦者の方が長いようです、
これはもう見た通り、まあ、これ左ちょっと空振りが多いですね、イーグル右が届きません。浜さん、この右が届かないというのは、はい、遅いから、いやだから距離の測定がまたちょっと、ゴールアンド目よりもちょっと離れますよね。測定の問題、あの離れたところから振ってるから読まれてますよね。カウンターが遅れてるわけじゃないんですね。あの攻撃も全体的に遅れを取ってますね。遅れたまんま、まあ、先頭取られたまんま打たれてますね。じゃあ浜さんポイントを、オーレドン10対9です、はい、私もオーレドン10対9ですね。あの攻めようとする作戦はボディ攻めようとしていいと思うんですけど、ね、はい、ちょっと踏み込む幅が足りないですというか、そのちょっと遅いですよね、はい、相手に比較して。まあ、ちょっとやはり最初言ったようにですね、まあ、大国の人たちにいいところ、自分の強さを見せようという意識強すぎてですね、ちょっと単発になってるかもわからないですね。それはやっぱりね、久しぶりにチャンピオンとして、自分の国で戦います。これ浜さん、逆のこと考えたら容易に想像できますもんね。日本人が海外で頑張ってて、海外でタイトル取って、戻ってきたら、国に戻ってきたらですね、そりゃ頑張りますよね、うん、気合もかなり、溢れんばかりに試合リング上でアピールするはずです。ただ私はそれだけじゃないと思いますね。あ、そうですか。やっぱりサウスポーは苦手とするところありますね。体がやっぱり普段より立ってますからね。普段もう少し振れる選手ですから、第7ラウンドです。盛り込んできます。今は強引に、まあ、そのいいところあるんですね、はい、強引にいくっていうのは、はい、これペースをやっぱり変えようという、そうです、そうです、ね、この強引さでまずは変えようと、リズムを変えようとしています。パワーではイーグルの方が上だと思いますからね、左当てます。これはもらってません。しっかりとブロック。ただやっぱりこの距離は感じているようです。追いかけます。最初の右ストレート当てたいという気持ちがそれあるんで、それ避けられた場合その後を考えた方がいいですね。これやっぱり左から行っちゃいけないんですか。いや、本当はいつもはそうしてますよね、ただ相手がサウスポーなんで左が普段よりも当たりにくいというのは確かにありますけどね。やっぱりそ元はそこなんですね。そうなんですね。だからサウスポーは得意としないというのが今回あるかもしれないですね。相手がサウスポーでもね、左のジャブを当てるっていうか、ジャブグローブの上からでもいいから当てるっていうのはね、もらった、はい、手数増やすためでね、いいことなんですよね、はい、リズム作れますからね。なるほどなるほど、そうですよね。本来の自分のリズムが戻ってきます。でこれ今も右から出てます。右から出るケースがかなり多いようです。だから対サウスポっていうのはね、いろんなその入り方、はい、そのリードパンチ持った方がいいんですよね。右ストレートから入るパターンと、左ジャブから入るパターン、はい、左フック右ストレートで入るパターンと、あるいはボディブローから下から上へ入るパターンとかですね、それ使い分けるとね、そうサウスポもやりにくくもないんですよね、はい、出入りが激しくなってきました。オールドン、いや本当足がよく動きますよ。どんどん良くなってきましたね。フェイントでしょうか。右のストレートを打ち込んできますが、これは届きません。もう一歩踏み込まないとイーグルの距離ではないようです。一旦避けられた後その攻撃に変えるといいんですけどね、1回目避けられてその後返されてるから、イーグルの攻撃止まってるところありますけどね、はい、右打って、そして左ストレート相手に返されるっていうのがあるんですね。落ち込んできた。これが去り際もバックステップ早い。オールドン原曲量、すごいガッツポーズまで見せています。第7ラウンド、さあ果たしてお二方の採点は、浜田さんどっちにしますか。オールドン10対9です。ああそうですか。このラウンドもね、そのオーレドンよく避けてますよね、それでイーグルのパンチがちょっと的中率悪いですね。まあオーレドンですね。そうですか。イーグルが取る手というのはもう一回ここでちょっと改めて、じゃあ浜さんはどうしたらいいと思いますこの後。まず一つの攻めなければいけない、はい、そしてこの攻め方ですよね、うん、右を打って避けられて相手の左ストレート返されますから ね、 ですね。右を避けられて、そしてその後の攻撃、相手の左ストレートに対しての攻撃を勝つということですよね。あ、相手が左打つところ、そこに勝たんといかんですね、はいはい、この右の攻撃までは良しと、
だから例えぐらいまあそれはあの、ええ、もちろん当たればいいんですけどね、当たらなかった後の攻撃、そこで勝つことですよね。さあ第8ラウンドです。軽いワンツー、左はもうちょっと打ち込むというよりもタイミングで出す感じのワンツーを打ちます。あ、今の軽いワンツー、ね、ストーンと出す、ああいうのもいいですよね。あれいいですよね。やっぱり左出していくことでリーグの、あー、これはちょっと強く打ちました。これ今空振りすると次の攻撃がまだできてないですね。止まりますね、うん、だから常に2つですよね、うん、4つ5つ打たないとこういうよく動く選手で捉えきれないですよね、うん、どうだとちょっとやっぱり小泉さんが最初指摘したように右のパンチが遠いのでちょっと流れてしまうのかもしれません。右のショート、あ、後部当たってはいないのか。いや、左合わされてるんですね。合わされてその後の